中野区のシンボルとして、そして音楽の殿堂として、半世紀にわたり愛された中野サンプラザが昨日惜しまれつつ閉館しました。特徴的な三角屋根、駅からすぐ目に入る真っ白な外壁、中野のランドマークとして親しまれてきた中野サンプラザ。その歴史は古く、誕生は50年前の1973年です。当時は集団就職で上京した若者のための全国勤労青少年会館という施設名で、ボーリング場やプールなどが併設されていました。中でもコンサートホールは国内外数多くのアーティストが公演を行い、音楽の殿堂と呼ばれるほどに。区民だけでなく全国の多くの人たちに親しまれてきました。しかし老朽化や駅前一帯の再開発のため建て替えが決定。最後の営業日となった昨日は、それぞれの思い出を胸に多くの人たちが集いました。ここで30年前に結婚式を挙げたので、ここに来させていただきました。昨日ニュース見て、今日で、ね、おしまいっていうことがあったっていうことで、まあ行こうかっていう、なんかすごく思い出がやっぱり詰まっていて、今こう久しぶりに来てみて、いや懐かしいなと思って。成人式をここでやったんですね。ですので今も埼玉に住んでるんですけど、やっぱり50年で亡くなっちゃうっていうんで、今日はわざわざ埼玉から来まして、まあ、今考えると、ね、今日じゃなくてもうちょっと前にそれやっとけばよかったなとは思ったんですけどね、ちょっとそれが心残りでしたね。これはモーニング娘。23なんですけど、毎年ここでお正月とかあと夏とかコンサートを行ってた場所だといえば、ハロープロジェクトのファンにとっては聖地なので、ぎゅっと思い出が詰まってますね。寂しいです。もうなんか泣きそうですよ。午後9時を過ぎ、クロージングのセレモニーが始まり、最後の時が迫ります。どうぞサンプラザを忘れることなく、新しい中野を楽しみに待とうではありませんか。50年間ありがとうございました。ありがとうございました。50年の歴史に幕を閉じた中野サンプラザですが、5年後の2028年度に中野サンプラザシティとして生まれ変わる予定です。駅前や区役所とともに再開発されます新施設は、地上61階、高さ262メートルの高層ビルが建ち、商業施設や最大7000人収容の大ホール、そしてホテルやマンション、オフィスなどが入る複合施設となる予定です。